おお。まずこちらが説明書、まあ、操作の仕方が書いてますね。とペットリブロの会社のステッカーもついてます。で次にアダプター、これなくしたらダメですよ。コンセント、これに挿してこの本体に起動させます。初めて、あれだ、そう、これ乾燥剤です。この乾燥剤は開けますけど、蓋の後ろに入れれるんですよね。蓋の後ろ、裏か、こう、これを入れとくと、うん、で餌をこの中に入れて閉めるっていうやつですね。これ乾燥剤付きです。まあ、本体なんですけど、量的にはめちゃくちゃ入ります。この幅で結構奥行きもこんくらい、手の、そうですね、手のこんくらい、この位置、 手先からこの位置まで入りますね。で起動させたら、このこれがくる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 って回って餌が出るような仕組みになってます。でちょっとびっくりしたのが、これをこう置いて餌が出てくるんですね。これがステンレスのカバーがついてる。本当はこれだけやったんですよ。でもこれがつくようになってる、すごい。ステンレスカバー付きです。これをここにはめます。こんな感じね。じゃあちょっと電源入れてみましょう。はい、では、まあ、大体自動餌やり機なんでね、予想はつくと思いますけど、ちょっとやってみますね。ここ電源、ここかな、ここ。はい、ここに入れます。で OK でね、実はそう、これね電池式でもいけるんですよ。そうだけん、外出した時に何らかの拍子でこれが外れた場合、電池が入っておけば起動するんですよね。なんでちょっとその1日1泊旅行行くとかなれば、まあこの電源コードと電池も入れた方がかなりいいかなと思います。はい、これはねいいなってすげえ思った。念には念をってやつね。はい、で結構伸びるよ、ほら結構遠くまで、まあ、ここまで伸ばすことはないと思いますが、大体120センチ、1メーター20、200、まあまあ120センチ伸びます。結構な長さいきますね。はい、まず起動させます。まあ説明書見ながらやってもらったらいいんですけど、あ、そうそう、ここ、これはね、猫ちゃんがポチ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 押して、もう設定をいじくられないために、この鍵のマークがあるんですよ。こう見えるかな？こう鍵のマーク。
この鍵のマークを長押ししないと設定をいじれないんですね。そうそう、それはかなりいいかなと。なんでいたずら防止もちゃんとついてるような感じですね。でメモリっていうのがあって、あ、メールメアル、ちょっと読めないですけど、まあ、1日に最大4回出すことができるんですよ。なので、まあ、皆さんお仕事してたらどうしてもお昼間外出たらね、夕方と朝しかあげれないと思うんで、まあ、お昼間もあげれますよとっていうやつですね。夜と朝は自分であげるとして、昼間4回あげてもいいわけですよ。なんでかなりこれはいいかなと。4回に設定しておきましょうか。で、時間ももちろん、1回目は何時にあげますか、2回目は何時にあげますか、3回目は何時にあげますかっていう設定できます。もちろん1回だけの設定もできますよ。もちろん2回だけの設定もできます。なんでそこは、猫ちゃんに合わせて、設定していただければなと思います。ポーションっていうのがあって、さっきも見てましたけど、この中ね、1回排出することを1ポーションと言います。で、何ポーション1回の食事に対して出しますかっていう設定ができるんですよね。9ポーションだけ9回ジャラ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 が9回までセットできます。まあ皆さんが気になるところですよね。だいたい1ポーションは何グラムあるのかっていうところなんですけど、ちょっとチャチャさんのご飯を借りて設定してみましょうか。はい、いきますね。これは最初はね、どうしても中空なんでいっぱいにしていきます。うん、OK。 今の何回かしてもらって、最初はね、あと戻しましょう。はい。で、1ポーション。こんなもんか。なんだろうな。あれにもよると思うけどね。一つのその粒が今、ちゃちゃさんにあげてるの、このぐらいの大きさだよね。うん、まあ、このご飯は1ポーションどのくらい出ますよっていう感覚になると思うんで、まあ、一度皆さん、ご飯をどのくらい出るか測ってみるといいですね。まあ、チャチャさんのこのご飯で言うと、1ポーション。あ、そうだね。4.5g。うん。なので、これを、猫ちゃんに合わせてどのくらいあげれるか、あげるかっていうことになってくると思います。で、最後に、これ、時間をして排出するときに、ただ出るだけじゃなくて、声も、録音できるんですよ。先ほどと同様、鍵を長押しして鍵を外します。で、ここのマイクのボタンがあるんですよ。 これね、これを押して、チャチャさん、ご飯の時間になりましたよ。こっちこっち。完璧。今ので録音できました。あれ？できない。はず。え、ちょっと待って。ボタンを押す。長押し。じゃあ、じゃあ、じゃん。やっちゃーさん、ご飯の時間ですよ。こっちこっち。はい、すいません。ここを長押ししたらピッて音が鳴るんで、で、何秒ぐらいあったか、体感的には5秒ぐらい、5秒間ぐらい録音できますよってなると思います。一回長押ししてピッて鳴ったら喋る、そしたら勝手に消えるんで、それまで録音できますっていう感じです。では、やってみましょう。
はい、でこんな感じで、はい、2回言うんやこれ。確かにそうだったね。はい、そんな感じです。で今のはここ僕がね自動でポンって1回押しただけなんで、まあ設定上なんで1回しか出てこないです。これが例えばさっきみたいにポーション4とか5とかしてたら5回バーって出ます。ダーッタラーッタラーで音声が2回リピートされるって感じですね。ちなみにこれをここね取り外すことができます。でこれだけ洗うことができるって感じ。いや、これはね、かなりいいなと思って愛用して使ってます。で、今回のは、保護猫ちゃん用のね、分で購入しました。気になるね。はい。とりあえずですね、チャチャさんじゃなくて、保護猫ちゃん用の餌やり器は、まあ、ここに置こうかなとは思っております。で、まあ、ちょっとね、高さ的に、この水やりは多分このぐらいでちょうどいいんですよ。この高さがあるからね。低かったら、こう、首肩こりとか、こう、首にね、負担がかかるみたいなんで、なるべく水やり器と餌やり器は高い方がいいらしいんですよ。で、水は OK。ただこれがね、若干ちょっと低いかなって思うので、まあ、今度、この下になんか、なんか DIY でなんか簡単にね作って高さを上げようかなって思ってます。着々と保護猫さん準備進んでおります。じゃ完璧。